はい、本日はですねこちらノースフェイスのヌプシゴアテックスバージョンをご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、先日の買い物動画でこちら購入はさせていただきました。でね、このジャケットって今までのこのヌプシジャケットのどうせ上位互換モデルやろぐらいに思ってたんやけども、全然ちゃいます。で全然ちゃうくて、今年ねちょっとヌプシが変わったじゃないですか。いやちょっとグレード下げたなっていう話してたんですけど、なんで下げたか分かりました。このためにやったんですよ。このゴアテックスバージョンのヌプシのためにあえてこれを差別化して下げてるんやなっていうのがね今回分かりましたんで、また最後まで見ていただければなと思います。ではですね、まず着用していきたいなと思うんですけども、こちらサイズがですね M サイズを着用していきます。理由としては簡単です。僕普段 L サイズをね着用してるんですけど、なんでじゃあ今回 M なんですか。まあもちろん店頭にパッて見た時なかったっていうのもそうなんですけども、それ以外にはですね、嫁がこのジャケットどうしても着たいということでね、僕の嫁は151センチとか2センチしかないので L サイズ買っちゃうとねサイズが合わないんですが、 M やったら合うやろうということで、今回こちら M サイズで購入させていただいたんですけども、皆さん見てください。どうです、意外と M でも袖とかはいけてるんですよ。てか何やったら M がちょうどいいぐらいな袖だけど、まあ丈感的にはどうかなと。丈はちょっとこうもしかしたら T シャツが出てるので丈は短いかもしれないんですけども、意外と袖口はね長くなってるので、イメージとしては US ヌプシみたいな感じの、その海外モデルっぽい感じのねサイズ化に変わってきたなという印象はあります。どういうところがね普通のヌプシと違うんですかっていうとね、まあいろいろあります。だから上位互換と思っていただけたらいいです。ただ生地がちゃうだけって僕は思ってたんですよ。これゴアテックスの生地になったから生地がちゃうだけでしょうなんていうふうに思ってたんですけども、全然違います。細かいところまで見る人が見ると分かるけども、見ない人が見たら分からない、当たり前のことですけどね、そんなことでやっていきたいなと思います。ではですね、まずは一番最初っていうのはまあ分かりやすいですよね。この表の生地カーっていうのがゴアテックスインフィニウムっていうゴアテックスが採用されております。でこっちはねゴアテックス採用されてません、普通バージョンの方は。で表の生地が50デニールで、こっちの方は表の生地が30デニールなんですけども、ゴアテックスっていうのは表の生地の30に対してその下にフィルムがあるんですね。それをゴアテックスっていうので、これを換算して合わせるともちろんゴアテックスの方が分厚くなるよねっていうのが、そういったことで今までヌプシでのデメリット何がありましたか。皆さんこれですよね、中綿が出てきて穴が開いて中綿出てくるのが困りますっていう話は皆さんの方からお声いただいておりました。すみません、適当なこと言いましたけどね、まあ、僕はそれヌプシのデメリットってやっぱりちょっと弱いところやんなと思ってたんやけども、それをちゃんと解決してきたっていうのがこのゴアテックスヌプシなんですよ。だからまずこの時点でもね、あ、ヌプシの弱点をちゃんと覆ってきたやなっていうのが分かるじゃないですか。で次にね、このモデルが実は30周年モデルやとかって思ってはる人言ってるんですけども、おそらく僕はそうじゃないと思います。っていうのもこれね、実は昨年フード付きモデルは出てたんですよ。まあこれもフード入ってるんやけどじゃなくて、もともとフードがあるタイプっていうのは去年から出てて、このゴアテックスヌプシがなんかどうやら怪しい動きしてるぞっていう話はしてたんやけども、今年になってその通常バージョンのやつが出てきたから、あ、なるほど、これ本気で出してきたんやなっていうのがね分かりますので、おそらく来年とかも出てくるとは思うんですけども、ノースフェイス自身がおそらくヌプシの立ち位置をね、これを上位版ヌプシで、まあ下位版ヌプシっていうようなね位置づけにしてるんじゃないかなというのが個人的には思います。あと細かいところとかもねちょこちょこ変わってるんですよ。っていうのもこの仕様、僕今まで見たことなかったんですけども、このリブね、このリブの仕様って今までこのノースフェイスで大体このベルクロっていうねマジックテープがついてたんやけども、それがね一切どこにもなくて、この中にねゴムが入ってる仕様になっておりますので、まあ、この仕様はちょっとノースフェイスで初めて見たなっていうような感じであったりだとか、あとこれも初めてなんですけど、このジップね、今までのジップって、YKK のこれ使ってこんな感じでねついてて、まあ黒のジップって誰が見ても分かりますよね。で今回のも実はねエアリーストリングっていう新しい YKK のジップが使われてるんですよ。これも一応 YKK は YKK なんですけど、 YKK の中で新しいジップが作ってて、これ何がいいかっていうとね、この縫製しているところって普段やったらあるじゃないですか、この横に要は生地がねありますよね。ジップで言うとこっちで言うたら分かりやすいかな、こうやった時のこの横の布がありますよね。この布の部分ってどうしても風が入ってきたり、もちろん水なんか侵入するじゃないですか。でそれがねよく見てもらったら、ここの、普通のヌプシのとこにはこのジップの横側は普通の布になってますよね。だからいくらゴアテックス使ってもないやしても、まあこれはゴアテックス使ってないけども、布を使っちゃうと、どうしてもフラップがいるんですよ。布を使うってことはここから水とか風が入ってくるからゴアテックスのタグつけれないんですよ。でどうするんかっていうと、大体こういう時ってフラップって言って上からこうかぶせるようなね、こういう風にしてジップを見せないような仕様にすることで初めてゴアテックスの認可が下りるんですけども、今回この、ジップを採用することで布の部分がないので直で、ダウンジャケットの生地とひっついてるっていうところが、まあ、これが新しい部分ではありますし、まあ、ゴアテックスの基準をクリアするために多分これは採用したんちゃうかなとは思います。だからまあこういった細かい部分もねやっぱちゃうんですよ、若干違うっていうことで、イメージとしてはランクルとランクルプラドみたいな感じ。だから一応まあベースは似てんねんけども、ランクルプラドとランクルってもうそもそも大きさちゃうじゃないですか。やけどまあテイストは似てますよねっていうような感じでね、見た目はそっくりで似てるんやけども内容としてはそれぐらいちゃいますよ。だから値段がね6万ちょいぐらいしてました。なんぼだった
かな、6万500円ということになってるので、もうほぼほぼバルトロに近いぐらいになってきましたね。6万2000円とかがバルトロやから、もうバルトロあんま変わらんぐらいなんで、ヌプシで言うと 1.5 倍以上はしてる、まあ2倍までいかんけどぐらいな感じだけど、なんでそこまでしてるっていうと、まあそういった細かいところがちゃいますよと。で、保温力実際どうですかっていうと、僕今回 M サイズで着用してるからはっきり言って分かりません。それは知らん。っていうのも今年からサイズ変わったんですよ。だから L にしちゃうと多分結構身幅が余ってくると思うので、今 M やからなんか結構ぴったりしてるなと思うけども、まあ、L にしちゃうとちょっと身幅がこうやってガボガボになってくるかなと。まあ、M の時点でも結構空いてますけどもね。まあ、その辺はドローコード締めたりとかしながら着ていけばいいんやけども、ドローコード締めちゃうと見てください、もう着丈足りてないの丸分かりになってますね。これはさすがに変やけども、まあ、中綿に関してはまあ普通のヌプシと同じやつが使われてると思っていただいて結構かなと思います。リサイクルダウンって言ってあるし、まあ、工場は一箇所同じとこで川田フェザーってとこでやってるから、まあ、基本的には中の綿は同じなんやろうけども、外の生地とかそういうちょっとした仕様がね変わってますよと。で、まあ、こういったね、スナップサックというかね、スタッフバッグというかね、こういった袋とかも確かなかったと思うので、まあ、これあんま重要視されてる方いらっしゃらへんと思うけども、まあ、こういったところがちゃうと。じゃあ皆さんお待ちかね、デメリットが何なのかというところに行きたいなと思います。非常にいいダウンジャケットでね、そういった細かなゴアテックスで頑丈であるとかジップとかもそうやし、この圧着でね付けられてるとかもあったりするので、ダウンの抜けが非常に少なくなってるんじゃないかなっていうところは、もうヌプシの最大のデメリットを克服してきたというね、素晴らしいダウンジャケットではあるんですけども、いかんせん、まあ、サイズが海外サイズになってるっていうね、まあ、僕の中では勝手にねサイズが海外サイズとかもやっぱ身幅がやっぱ結構でかくなってるんで、ほんまに保温しようと思ったらやっぱりちゃんとタイトにしとかんと保温できないじゃないですか。でそれこそ最近僕いろんなダウンジャケット着て自分で検証してるんですよ。毎日ダウン変えていって、どれがあったかいかな、これ結構あったかいなとか、あこれ意外と隙間多くて寒いなとかいっぱいやってるんですけど、その時にやっぱ一番の正義ってダウンって、ね、身幅なんですよ。ここに余裕があったらあったかいもんもあったかくないんですよ。だからおそらくいいのは普段のサイズを買っておいて、ボケた L やから L 買っといて、ちょっとこの辺ギュッて締めてね、身幅のとこ締めちゃってもう絶対風入ってこうようにして使えば、結構無敵というかね、強いダウンジャケットになるんじゃないかなと思います。で、まああとあれですよね、ステッチがないっていうね、このステッチ、この縫い目がないっていうことで、穴抜けというかダウンの抜けは起こってこうへんねんけども、その代わり圧着やから結局はね、圧着してるだけなんで剥がれてくる可能性はあると。ただこれはユニクロと違ってちゃんとノースエースの圧着やから、もし仮に剥がれてきたとしても修理ができるやろうし、そういった対応はねおそらくできると思います。ゴールドウィンにあるね日本の工場であればね、おそらくこれは対応できると思いますのでね、まあそういったところで僕個人的にはバルトロを超えるようなねダウンジャケットじゃないかなとは思っております。まあ多分好きな人はこんなの好きでしょうね。ロゴのところがね、こういった刺繍じゃないタイプになってて、立体的な感じのこのマットな質感で、最近なんか直営店とかやったらコーデュロイのね生地が出てきたりとか、ヌプシもなんかいろいろやっぱ30周年やからなんかやってるみたいですわ。で最近僕ね実はここにヌプシ引っかかってますけど、皆さん気づいてました？あこんな風にちっちゃいヌプシあんねやと思っていただいたかもしれないですけど、これはですねメンバーシップに入っていただいてる隊長からいただきましたんでね、隊長いつも使わせていただいております。こちらにねオブジェとして使わせていただいてるんですけど、ありがとうございました。ということで、ヌプシのゴアテックスバージョンのねレビューしてください、レビューしてくださいってよくいただいてたんですけども、普通にただ生地が変わっただけじゃなくて、生地を変えるっていうことはその試験に合格していかなあかんから、ゴアテックスの試験に合格していかなあかんから、いろんな細かいところも変わってましたよねっていうことでね、それであるんやったら今までのヌプシのデメリットもしっかり克服しましたよねっていうことなんで、まあこれはちょっと使っていかな、どういうところがあんまりいいとこ悪いとこっていうのが見えてこないんであれなんですけど、今の現段階では非常に素晴らしいダウンジャケットじゃないかなということで、本日はですねヌプシのゴアテックスを紹介してみたというところになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。